今日はスノーマンの目黒蓮についてジャーニーさんが話すみたい。私は横浜に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっと俺たちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。美少年の那須優斗がシュークリームを投げつけて問題になっているわね。でもかなり前の話でしょ。あの子が高校生の時の出来事よ。しかも賞味期限切れのシュークリームっていう説明付きだよね。食べ物を無駄にしてないよってアピールしての投稿だったよね。そうだね。それでも世間からは非難を浴びているわ。まあシュークリームを投げつけることに何の面白さがあるか謎だけどね。人がやらないことをやったっていう快感はあるんじゃない。そうなんだ、理解できないけどね。目黒だってそんな時期はあったの。そうなの、初耳だけど。知らないの、チャイナ服を着た美人を立たせて肉まんを本気で投げつける動画。そんな動画を撮っていたんだね、目黒のやつ。あの子は肉まんが壁に当たって具が女の子に飛び散る様が大好きなのよ。すごい変わった趣味だね。目黒はその瞬間を見るだけで射精できるんだよ。すごい変わったオナニーの仕方だね。肉まんの具材がエロく見えてきたわね。確かに目黒の想像力に感謝だね。